そうかい。ではそいつをいただくとするか。女の格好をしていれば貴様らのようなウジ虫がすぐ飛びついてきやがる。そんなお前らでも役に立つことはある。それは俺のところへ食い物を運んでくることだ。俺か。俺の名はレイ。なんと水長剣のレイだ。もう遅い。なんと水長剣。動きは水面に浮かぶ水鳥のように優雅で華麗だが、その剣の威力は比類なき残虐非道の必殺剣である。ほう、少しは心得があるようだな。では俺が最初の男になってやろう。忘れ物だ。俺の動きを捉えることはできん。ない。おい、胸に七つの傷を持つ男を知らんか。そうか。ではお前に用はない。お前の食料は俺が始末してやる。七つの傷の男、俺はお前を殺すまでたとえ泥をすすってでも生き延びる。胸に七つの傷を持つ男、奴を見つけ殺すまではたとえ泥をすすってでも俺は生き延びる。飛んだご挨拶だな。なんと水長剣。お前がボスか。言ってみろ。おお、なかなかいい村だ。用心棒の口があると聞いてきた。今のはお前の女か。もし貴様の女だったら他人に取られんようにすることだな。俺の名はレイ。覚えとくがいい。またな。人呼ばれよ。呼ぶがいい。死ぬだけだ。美しい盗賊たちに私には惜しい。俺の名はレイ。お前の名は。もう動きやがった。アイアイ。気が変わった。ん？これは。もしやこれは、なんと聖剣と唯一匹敵する、一子相伝によってのみ伝えられるという伝説の剣法。貴様、北斗神拳を。ふん。奴らとお前とでは勝負は見えている。俺は強い方に寝返っただけだ。俺は生きねばならん。胸に七つの傷を持つ男を殺すまでは、俺のたった一つの目的だ。そのために人を裏切り、人を殺し、今日まで生き延びてきたのだ。さっき一人で村の外へ出て行った。だいぶ前だ。無駄だ。今行ったところで奴らは子を殺してマシンで逃げていく。弱い人間から先に死んでいく世の中、女の言ってることももっともだ。仲間一人殺されても顔色一つ変えん。あの冷静さは変える。お前らはいいリーダーを持ったな。貴様らごとき、なんと政権の前にはゴミくず同然。わめいてないでさっさとかかってこい。雑魚が千匹かかってこようと俺は倒せん。俺を助けるつもりなら手出しは無用だ。ふん、おそらくお前と同じ理由だろうぜ。お互い、女の涙には弱いと見えるな。そんなに早く死にたいか。これが狼の遠吠えか。残っているのはお前一人だ。お前の親父ならさぞかし悪党だろうな。さすがだな、北斗の男。これは妹のアイリが結婚式につけるはずのものだった。あれはアイリの結婚式の前の晩、俺の留守に村を襲った盗賊たちは両親を殺し、
やっと幸せをつかもうとした愛理を連れ去った。俺はその男の顔を知らん。親父が息を引き取る前に胸に七つの傷の男とだけ。もはや愛理は殺されたかもしれん。だが俺にはそうは思えない。俺には見える愛理の泣き顔が、俺を呼ぶ愛理の声が今も聞こえるんだ。俺は必ず七つの傷の男を見つけ出す、そして殺す。お前が戦うことはない。お前は女だ。女でなければ胸を隠す必要などない。いいか、女は自分の幸せだけ考えていればいいのだ。女は戦闘服よりこれがよく似合う。愛理がつけるはずだったケープだ。いつの日かお前にも純白のケープを贈ろう。うん？お前の妹か。そうだ。ケン、お前も。死ぬぞ。行き止まりだ。ここを登るしかないようだな。やはり女には無理なようだな。手を貸そう。どうした？もうかくれんぼは終わりか？貴様がかくれんぼの鬼か？お前の胸に七つの傷はあるか？お前の胸に七つの傷があるかと聞いているんだ。お前のような腰抜けが七つの傷の男のはずはないな。死ね！またしても七つの傷の男ではなかったか。愛理。悪い冗談だ。俺は悪党どもの中を生き抜いてきた男。目を見ればそいつがどんな男かわかるつもりだ。騎馬一族だろう。すべて奴らの仕業だ。もう奴らのテリトリーだろう。用心しないとな。火山分裂圏。猛烈なスピードで動き、一瞬止まる。そうすれば、目の錯覚で体が分かれて見える。はい！これは夢か。夢なら覚めないでくれ。アイリー、俺だ！探したんだぞ！アイリー、生きていたのか？アイリー！落ち着けない！離せ！アイリー！俺だ！アイリー！アイリー、俺がわからんのか？離せ！離さないと貴様を殺すぞ！離せ！アイリー、これを見ろ！思い出せ！あの結婚式の時、お前に送ったケープだ！そうだ！アイリー、俺だ！何？なんという。アイリー！アイリー！こんな貴様は、邪魔をするな！アイリー！アイリー！アイリー！貴様！やめろ！やめろ！待て！頼む。今はマミヤにかけるしかない。もしマミヤがアイリを救うことができたら、俺の一生をマミヤに捧げる。やめろ！やめてくれ！頼む。やめてくれ。アイリにだけは。待ってくれ！何でも言うことを聞く。アイリだけは殺さんでくれ。何？行くぞ、ケン！行くぞ！シャオ！シャオ！シャオ！覚悟！シャオ！シャオ！
なぜ構えん、なぜ戦おうとせん。何、なぜ今さらそんなこと。お前といるとふと昔を思い出す。お前はなぜか平和な時代の懐かしい匂いがする。だがお前を倒さねばならん。行くぞ。なぜだ、なぜ戦おうとせん。仮にも南都政権を極めたこの俺に無防備の男を殺せというのか。やはり貴様が死ぬしかない。行くぞ。あい、その構えは北斗神拳の秘伝聖極林。ふぅなんと小波流。ひょーひょーしちゃう。やはり相打ちか。敵を欺き活路を開くのも我らが憲法の奥義。聖極林の構えは互いの飛行を突き仮死状態になることの合図だったのだ。あいー、くそ、待て。ひょー、悪党ども、俺が相手をしてやる。ひょー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 。マミヤ、ありがとう。アイリ兄さん、貴様らはこの俺が生かしておかん。ひょー、直せるのか本当に。これで俺たちの仕事も終わったというわけだ。アイリとどこか静かなところで暮らすさ。どうやらまた一つ大きな借りができちまったな。ん、何これは。アイリ、アイリ、お前、アイリ、ケン、たとえお前がアイリを連れ去った本人だと言っても俺は信じない。それぐらい俺にはわかる。アイリ、お前を連れ去った胸に七つの傷の男の顔は覚えているか。やはり心当たりがあるのか。やはり行くのか。たとえ命をよこせと言われても拒まん。連れて行かんのか。何、一子相伝の北斗神拳に身内が。死ぬなよ。北斗神拳は一子相伝だが、仙台龍拳は男児に恵まれなかった。そこで龍拳は、四人の子供を養子に迎え、北斗神拳を、その中の一人に伝承するために。長兄羅王、次男時、三男ジャギ、そして、末弟剣士郎。だが、伝承できる者はただ一人。伝承者争いに敗れたある者は剣を封じられ、ある者は記憶を奪われる。それが北斗神拳を目指し敗れた者の宿命だ。そこから彼らの悲劇は始まった。それが俺の調べた北斗神拳に関する全てだ。伝承をめぐって何が起こったのかは知らん。だが末弟の剣士郎が伝承者となった。またしばらく旅を続けるそうだ。お前たちのことを頼むと書いてある。伝承者争いの後始末をするつもりなのだろう。北斗神拳の正当な伝承者として。北斗七星は死を司る星。乱を呼ぶは北斗神拳伝承者の宿命か。りんちゃーん！りん！りんちゃーん！俺は剣に約束した。りんたちを必ず守ると。よし！あ。何をしているんだ。北斗神拳か。おそらく行くだろう。これが奇跡の村か。さ、行くぞ。ん？あの宮殿のようだな。ん？出てこい。ネバだ。なぜお前がこんなところに。昔な。ネバだ。久しぶりだな。お前がここにいるということは。殺すんだ！どうする、ネバダ。トキのいるところに案内してもらおうか。ケン、
その男はお前の兄、トキではない。その男の名はアミバ。かつて俺と同じ南都政権を学んだ男だ。お前がトキで、ネバダが親衛隊の隊長か。そういえば昔からお前らは二人で悪さをしていたな。トキはどうしたのだ。変わらん奴だな、アミバ。今度は北斗神拳に目をつけたか。お前の顔と一緒で、コロ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 、よく変わる男だ。それで、罪のない人々を人体実験のために殺し、北斗神拳を極めようとしたというのか。心配するなり、偽の北斗神拳などにやられるようなケンシロウではない。バカね。お前は知らんのか。北斗神拳の奥義には、飛行封じというものがあるらしいぞ。北斗神拳の正当伝承者が、お前ごときの偽北斗神拳などで本当に倒せると思っているのか。さあ、どうする。バカな奴だ。剣の怒りにわざわざ火を注ぐとは、その手では尽きようがないか。聞いたことがある。この世紀末の世を支配しようとしている男。その正体は誰も知らん。剣、聞かせてもらおう。お前がそれほど会いたい時とはどういう男なんだ。何？俺も会いたくなった。その男に。ついてくればわかる。マミヤが時を探しに村を出た。お前のためにな。だが、情に任せて動く女ではない。ある町で落ち合うことになってる。無事ならそこで待ってるはず。熱い女だ。よーしゃ！哀れな連中だ。俺たちの待ち合わせの場所に現れるとは。奴の心の中にユリアがいる限り、誰も奴の心を開くことはできんぞ。死ぬ気か。その報われぬ愛のために、俺も確かなことは知らんが、この世紀末を支配しようとしている剣王という男が、剣法狩りをするために作った監獄らしい。そうだ。剣王という男は、己の力を強大にするため、この世紀末を生き延びた剣法家や武道家を捕らえ、その極意を奪い、カサンドラに収容した。一度門をくぐったが最後、二度と生きて出たものはないという死の監獄だ。かつて鬼と言われ、悪魔と恐れられた凶悪犯たちや、ただ自分の憲法を守って行こうとした人々の血の苦しみや死の叫びがこだまして、いつしか鬼の鳴く声のように聞こえるという、それがカサンドラだ。行こう。カサンドラへ。さあ、出てこい！どうした、ケン。これからカサンドラに近くなればなるほど、戦いは激しくなるばかり。気を引き締めることだ。誰だ、ケン。ザコは任せろ。よーしゃ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 。もうすんだ。聞こえるだろ、鬼の鳴き声。カサンドラ監獄に収容された憲法家たちの無念の鳴き声が、風を呼び響き渡る。またの名を鬼の鳴く町。ひとたび収容されたが最後、生きてあの門を出ることはない。死を封じ込めた監獄。ここに時が。そう。誰も破ることのできなかった、不落のカサンドラ伝説。マミュ、目の前をよく見ろ。よし。俺が相手をしよう。やつら、何か妙なものを持ってやがる。弱いな。よし。剣、気をつけろ。奴らの間に挟まれたら終わりだ。やはり、人質か。許さん！聞こえる。鬼の鳴く声が。素早い。とても見切れん。あ、どうした？おい、マミヤ。気づかないか。マミヤ、手強いぞ。
卑怯者め、出てこい。下がっている。後からついてくる。その心配はない。お前はもう死んでいる。剣王とやらがこの二人の再会を恐れていたのも頷ける。ここは任せろ。どうした消したい、怖いのか。命は惜しくないんだろ。急ごう。この塔も長くは持たん。出口だ、急げ。出口を守るために、なんと清潔な死だ。悲劇の数だけこの市民に。剣王、ラオウといえば剣の長兄。敵は神、己の野望のためにも神でさえ恐れの男ラオウ。何よりもまず食料と車だ。この村なら手に入るかもしれん。ん？なんということ。おい、一体誰がこんなことを。で、奴らはどこへ。西。西ということは、アイリーたちのいる村の方角。ケン、俺は村に帰る。剣王の部隊が、こんな小さな村にまで手を伸ばしている以上、アイリーやリンたちを残してきた村のことが心配だ。今日は北斗七星がよく見える。その脇で輝く小さな星までも。さあ急がねば。アイリーやリンの身に何もなければいい。ん？あれは？ば！何があったんだ？村がどうしたんだ？何？アイリー！人の皮をかぶった悪魔め！リン！しっかりしろ！リン！リン、お前！自分のことよりも、アイリーの身を案ずるとは。まだ年葉も行かぬ子供なのに、それを、こんな目に。この悪魔め、許さねえ。てめえろ、てめえろ。てめえらの血は、何色だ。リン、しっかりしろ！リン！リン！しっかりしろ！リン！お前、自分のことよりも、アイリの身を案ずるとは。まだ年葉も行かぬ子供だというのに。それを、こんな目に。許さん。てめえらの、てめえらの血は何色だ！ひゃお、ひゃお、ひゃお！ああ！ひゃお！ひゃお！ひゃお！うわあ！死にたい奴からかかってこい。どうした？遠慮するな！さあ、来い。来いと言ったら来い！シャオ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 ！ワッ！シャオ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 ！今度は貴様の番だ。ふん。何がおかしい？何？何？ふっ！アイ！出るな！アイ！アイ、お前。あの抗う術を知らず、周囲の風に流され、
人形のように生きることしかできなかったアイリンが。そうか。俺の弱点はなくなった。アイリは俺から離れた。これからは自分の意志で生き、自分の意志で死んでいくだろう。みんな、下がっている。こいつ、ガソリンを食らう生き物か。つまらん芸だ。その程度の大道芸でこの俺と戦うつもりか。はっ！哀れな奴。はっ。剣王。いや、剣の兄ラオウだな。ならば貴様にも俺の神髄を教えてやろう。行くぞ！心配するなり。俺は戦うことでしか、剣やお前に恩を返せない男だ。ラオウの首は、俺が取る！てめえら。てめえらの血は、何色だ！剣王、いや、剣士郎の兄、ラオウだな。ちょうどいい。この場で俺が片付けてやろう。ふん、ならば貴様にも俺の神髄を教えてやろう。リン。ふん、心配するな。俺とてなんと水長剣を極めた男だ。ラオウの首は俺が取る。ある。何？おいんのか？ならばそこで馬ごと死ぬがいい！ずぁー！死ねえ！なんだ今のは。何？奴が手綱を握ったまま動いてはいなかったのか。では俺が見たのは何だ。俺には無数の剣の攻撃が見えた。陶器。ならば余計にラオウを倒しておかねばならん。俺は一度人間としての自分を捨てた男だ。はい。お前の救出のためだけに生き、世を呪い、時代を憎んだ。だが、俺は剣に出会った。時、そしてマミア、リン、バット、お前たちに。リン！お前たちは、飢えて乾いた狼のような俺の心に安らぎを与えてくれた。俺は人間に戻ることができたんだ。ラオウ！貴様をここで倒す！黙れ！たとえこの身が砕けようと。貴様を生かしてはおかん！俺は戦うことでしか剣やお前たちに報えない男だ！何度究極を奥義！断固総裁権！みんな、俺に力を貸してくれ！何度究極を奥義！断固総裁権！やめろ、ケン。今のお前では、ラオウにはかなわん。わけが、お前では絶対に奴には勝てぬわけがあるのだ。やめろ、ケン。今のお前では、ラオウにはかなわん。わけが、お前では絶対に奴に勝てぬわけがあるのだ。ダメだ、ケン。戦えば死ぬ。今は逃げろ。二人の剣は同じ激流だ。ぶつかり合えば、たとえ相手は倒せたとしても、自分も砕け散る。ルイ、やめてくれ。剣、どうしても、どうしても戦うというのなら、これだけは胸に刻み込んでおけ。お前は、生きねばならん。たとえ相打ちでも、それは負けと同じだ。お前はこの時代に必要な男。リンやバット、いや、すべての人々のために、お前は生き続けなければならんのだ。流しているのだ。ダオウの陶器は変わらぬ。だが時はそれを受けずに流している。
いや、むしろ激流のようなラオウの闘気を飲み込んでいるようだ。まるで聖水のように。見ろ、二人の間合いを。ラオウが寄ればそれだけ時が引いてかわす。だから空気が乱れんのだ。初めて時が前へ出た。やはり持久戦に。これでは時もラオウもお互い逃げ場がない。憲法では、それも達人同士の戦いでは、ただ睨み合うだけでも凄まじいエネルギーを必要とする。ほんのわずかな気迫の乱れでさえ命取りになる。まして時は病に。憲法では、それも達人同士の戦いでは、退治だけでも凄まじいエネルギーを要する。わずかな気迫の乱れでさえ命取りになる。まして時は病に。北斗神拳。え？一子相伝の北斗神拳。2000年の歴史は、俺たちが思うよりはるかに崇高で重い。それを時は、死をもって剣に教えようとしている。凄まじい闘気が俺には見える。今二人の間に無数の月が交錯している。マミア、やめろ、やめるんだ。暴眼など何の役にも立たん。北斗神拳の奥義には西真空派がある。お前が放った矢はお前に返ってくるぞ。マミア、やめろ、ラオウ、やめてくれ。その女だけは、その女だけは殺さないでくれ。あ、そうだ、マミア、マミアは俺に愛を教えてくれたたった一人の女だ。頼む、マミアを、マミアを殺さないでくれ。マミア、マミア。いや、今の剣なら、あの剣士郎ならば、もしかして技と肉体ではラオウが勝る。だが、時の飛行爆すら破った剣の魂なら、もしかして、ああ、あれはなんと世間だけに伝わる奥義。なぜラオウがあの剣を。互いに寸前で見切っている。達人同士の戦いでは、相手の技を完全に見切ることはできん。残された方法は、寸前で己の肉体を切らせ骨を断つのみ。野望の帝王のもとには、野望を持った部下しか集まらぬ。愚かな。大丈夫だ、ついてくるな。いずれこの足も。剣、これがラオウの言う恐怖らしいな。何を謝るんだ、ヒーンだ。後悔はしていない。いや、むしろ俺はお前に感謝している。俺は世を憎み続け、すさんだ心で生きてきた。だがそんな時お前に出会った。そしてリン、バット、マミアに、こんな時代でもまだ見捨てたもんじゃない。そう思うようになった。そして俺も人の心を取り戻すことができた。あとは死に方だけの問題だ。死に方のな。ん？な、何？マミア、俺のために。平気だ。マミアは俺のために危険なメディスンシティに一人で行った。俺が行かないでどうする。行くな。これは俺がけじめをつけることだ。
昼でも視聴性が見えるようになったか。こうしてはおれん。剣。どこまでもおせっかいなやつめ。どこにいる？マミア。死ぬな。マミア、バカなこと。俺なんかのためにこんな危険を。マミア。誰かは知らぬが、そこにいる女にほんの少しでも傷をつけてみろ。俺が生かしてはおかん。マミア、下がっていろ。ありがとう。大丈夫だ。遅かったか。早く教えてやろうと急いで戻ってきたのだが、今のが北斗神拳だ。ああ、やつだ。死んでいる。いい友だな。マミア、大丈夫か？マミア、もう戦いは捨てろ。自分の手で自らの未来を捨てることはないんだ。マミア、この肩の紋章は、マミア、マミア、どうしてお前の肩に、ユダの紋章が、マミア。教えてくれ、長老。あのユダとマミアの間には何があったのだ。女だ。やはりお前は女だ。ユダは俺が必ず倒してやる。俺はお前を、マミア。マミア。マミア。どうやらメディソンシティから持ってきた薬も効き目はなかったようだ。俺は奴を、ユダを知っている。同じナントの男としてな。奴はナント六聖剣の一人。お前の友シンと俺、他にあと四人ナント聖剣を極めた男たちがいる。ナント聖剣108派の頂点に立つ六人の男たち。それを人々はナント六聖剣と呼んだ。ユダ、奴もその一人。俺の命はあと二日、マミアの愛など求めぬ。ただ俺はマミアのために死に、あの女の心の中で生きていたいのだ。こんな時代だ。男たちの命は短い。しかし女は幸運に、そして物語を語り継ぐ、勇ましかった男の、戦いの物語を。ユダ、俺の最後を飾るにふさわしい男。俺は奴を必ず倒す。大丈夫だ。今、俺はどんな苦痛にも耐えることができる。お前ならわかるだろう。行こう。俺には時間がない。はあ、間に合った。一日あれば蹴りはつく。あ、何？これは、どういうことだ？しまった！俺は忘れていた。あのことを。ユダは、なんと六星のうち妖精を持つ男。なんと六星剣はそれぞれ星を持ち宿命を背負っている。真の星は純正。愛に準ずる星。俺の星は犠牲。義は人のために生きる。そしてユダは妖精。あやかしの星。またの名を裏切りの星。
もはやここまでか。聞こえ、ユダの嘲笑う声が。ケン、もう市長制が落ちてきそうだ。行こう、ブルダンの町へ。市長制が落ちてきそうだ。いよいよ今日で最後になりそうだ。急がねば。市長制だ。市長制が降ってくる。無様に気を失ったか。急がねば、市長制が落ちてくる前に。ブルダン。俺たちもブルダンの町に向かうところだ。ケン、行こう、ブルダンへ。ここで倒れるわけにはいかん。さ、行こう。ユダは裏切りの星だ。お前たちがいくら忠誠を誓ってもいつかは裏切られる。ユダ、ユダ、貴様のために過去を悔いている女のため、そして俺の人生の決着をつけるため死んでもらう。貴様、違う、ユダではない。おれ、おのれ、おのれ、ユダめ、ユダ、どこにいる、ユダ。またしてもユダに計られた。だが俺たちは見た。この悲しみの時代でも一つぐらい報われる愛があってもいい。無念だ。ユダに人たちも浴びせずに。みんな、ねえ。ここは、そうか。俺はブルダンの町で気を失い、マミアは。無念だ。このままユダを倒せずに死んでいくとは。俺はまだ生きられるのか。俺はなんと六星剣の一人、義に生きる星の男。俺がどっちを選ぶかは分かっているはずだ。トキ、頼む。俺は少しでも生き延びたい。マミヤのためにユダを倒すまでは。あっ、うん、あっ、うん、あっ、うん、あっ、うわぁ、あっ、うっ、
だが市長性はまだはっきりと見える。マミア、お前には教えていなかったが、北斗七星の脇に輝く小さな創星のことだ。あの星が見える者は直に死を迎えるという。どうしたマミア。何マミア、定めに縛られたどこまでも悲しい女。俺の命、お前に捧げよう。ユダ、決着の時は来た。とうに朽ち果てているはずのこの体。だが、今一度命の炎を注がれた俺に、もはや迷いも悔いもない。ユダ、今度こそ貴様を。無念だ。ユダに人たちも浴びせずに。俺にもう後はない。泣くなアイリ、俺はもう思い残すことはない。この悲しい時代に友と呼べる男と巡り合い、そしてマミアとも、あとはただユダを倒すだけ。いや、未練だ。ユダ様。ユダ、よく俺の前に姿を現してくれた。言いたいことはそれだけか。たとえマミアが死にゆく定めにあろうとも、俺の気持ちは変わらん。マミア、悲しい女よ。せめてお前のために死んでゆく男が一人ぐらいいてもいい。ユダ、さあ決着をつけよう。ヒューヒューヒュー。ユダ、次はお前だ。ユダ、妖精を二度と輝かせはせん。死ぬのはお前だ。来い、ユダ。なんと、水晶剣。キャオ、シャオ。なんと水晶剣、スザキ天章。シャオ、シャオ。キャオ、シャオ。俺を支えているものはマミアへの愛、この熱き思い。愛を知らぬお前にはわかるまい。貴様もこれで終わりだ。ユダ、妖精は今日地獄の闇に落ちる。何？ユダ、何をした？何の真似だ、ユダ。まさかダムを。何の真似だ、ユダ。ユダ、お前には俺を倒せない。ユダ、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 お前もまた孤独な剣士。だが俺もすぐに行く。さらばだ。なんと六星剣、降格剣あやかしの星ユダ。マミア、マミア。とうとう俺にも最後の時が来たらしい。マミア。い。七
調整が頭上に落ちる日まで精一杯生きろ。たとえ一瞬でもいい。女として生きろ。女の幸せを求めるのだ。さらばだ。来るな！来てはならん。俺は、お前にだけは俺の砕けていく無様な死に方を見せたくない。マミヤ、幸せにな。トキ、世話になった。ケン、生き続けろ。死ぬなよ。今の時代、この不幸な時代にお前の北斗神拳が必要なのだ。涙を笑顔に変えるために。アイリー、先に行く兄を許せ。アイリー、時間がない。リン、バット、元気で暮らすんだ。あ。俺はなんと六星剣、義の星の男。人のために生き、人のために死ぬ。俺はこの不幸な時代に、飢えた狼のような心で生きてきた。俺の生きる目的はただ一つ。たった一人の妹アイリ。あいつを連れ去った、七つの傷の男を倒すこと。そんな時、俺はケンシロウに会った。マミヤ、美しく気丈な女。俺はケンシロウになぜか安らぎを感じた。俺と同じ心を持つ男。しかし、奴は宿命を追っていた。俺などお呼びもつかぬ。地の宿命を。三男ジャギ。ケンシロウへの憎しみだけで生きていた男。奴はまた、アイリを奪った偽の七つの傷の男だった。次男トキ。病に侵されながらも、強く心優しき男。ラオウ、世紀末覇者を名乗る長兄ラオウ。まただ。ダオウは去った。だが、ダオウの剣は俺の命を徐々に、しかし確実に削っていった。マミヤ、俺が生まれて初めて愛した女。しかしマミヤには、なんと六星剣あやかしの星ユダ。俺の残り少ない命をかける目的ができた。それは、ユダを倒すこと。そして運命の時は来た。水晶剣奥義、飛翔破壊。なすべきことはすべてなした。俺はなんと六星剣、義の星の男。義の星は人のために生き、人のために死ぬ。悔いはない。剣。バット、トキ、アイリ、マミヤ。レイ、お前の生き様、忘れはせぬ。お前もまた、シンと同じように俺の中に生き続ける。なんと六星剣、義の星の男レイ。お前の伝説は、永遠に消えない。